国威の女公爵全名、マリーアデルピラール・テレサ・カイエターナでシルバイ、アルバレス・デ・トレドは、スペインの13代、アルバ公爵夫人、15代メディナ・シドニア公、ホセ・アルバレス・デ・トレドイ、ゴンサガの妻、10代ウエスカル公、フランシスコ・デ・パウラと、マリーアデルピラールの子、存命児は、カイエターナと呼ばれていた。彼女の伝記は、事実に基づく資料と、 小説風のものとが混在している。18世紀スペインの美しく、基地に富地的、そして性的魅力ある女性であり、その自由な生活ぶりも知られていた。メディナシドニア公であったホセアルバレス・デトレド・インコンサガと結婚。夫と共に画家フランシスコ・デ・ゴヤのパトロンとして有名で、ゴヤはアルバ港の館にアトリエを提供されていた。ゴヤによる謎メいタ 肖像画が残っており、現在に至るまで彼との私的な関係の推測が絶えない。また、時の最小マヌエルデ・ゴドイが所有していたというマッハの絵画も公爵夫人の顔に似せて描いたと言われている。彼女は子供と貧者に温かく接したが、同時に気まぐれな人物で老費と巨食にまみれ、マドリードの宮廷で目立った人物である王妃、マリア・ルイサ・デ・パルマ。 オスナ公爵夫人との軽薄な競争を続けた。ある時、カイエターナとマリーアルイサは税を凝らした衣装、パリで作られた高級衣装で相手を驚かそうと競争した。ある時、王妃の取り巻きが、アルバ公爵夫人が王妃のため創作されたドレスを真似したと中傷した。カイエターナは、相手を嘲笑するというだけの目的で、自分のメイドと同じ服を着て宮廷へ現れた。 カイエターナと王妃の対立は、王妃の調和を受けて、政治的権力を持ったゴドイの関心を引くことに動機があったとされている。しかしゴドイは、1796年に未亡人となっていた公爵夫人と関係があったと推測されるのである。カイエターナと夫には、着手がなかったため、アルバクゲの称号と資産は、遠赤のリー・リアコカルロス・ミゲル・フィッツ・ハメス。 ストゥアルト・イ・シルバが継承した。これ以降、アルバクゲは、マドリードのリーリア帝に、本拠地を移した。カイエタナとアルバクゲの先祖が暮らしたブエナビスタ帝は、現在スペイン陸軍の所有となっている。高熱を発し、40歳で急死した。マリアルイサが彼女の評判をネタンでゴドイに頼んで、毒殺させたとの噂も立った。死後、所有していた、不動産の一部が接取された。 ブエナビスタ邸にアルバコゲは住めなくなり、邸宅のある一角はディエゴベラスケス作の鏡のビーナス、コレッチョの描いたキューピットの教育のようにゴドイの所有となった。1945年、アルバ公爵夫人の遺体が発掘された。推測されていた毒殺の痕跡は確認されなかった。遺体の足が欠けていたのは、 遺体を棺に収めるために両足をのこぎりで切ったと言われてきたためである。ありがとうございます。